今日はね、御三家、昔の、まあまあ、御三家もね、ずっと昔からあるんですけどね、古くはもう時代劇の御三家じゃないですか。もう全然わからないですけどね。まあ、郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹、ね。まあ、新御三家って言われたかな。その前が、あれかな、誰やった西郷輝彦とか、あっちらへんかな。ちょっとよくわかりませんけど。その前が市川歌、誰やねん。じゃあ行ってみましょう。私鉄沿線。札口で君のこといつも待ったものでした。電車の中から降りてくる君を探すのが好きでした。悲しみに心閉ざしていたら花屋の花も変わりました。僕の街でもう一度だけ熱いコーヒー飲みませんか。あの店で疲れました。君はどうしているのかと。伝言板に君のこと僕は書いて帰ります。思い出尋ね。もしかして君がこの街に来るようで僕たちの愛は終わりでしょうか。季節もいつか変わりました。僕の部屋を訪ねてきてはいつも掃除をしてた君よ。この僕もわかりません。君はどうしているのでしょう。買い物の人でにぎわう街にもうじき明かり灯るでしょう。僕は今日も人並み避けて帰るだけです。一人だけでこの街を越せないまま君の帰りを待ってます。やがましい、やかましい。ありがとうございました。